はい、どうも皆さんこんにちは、かげまるです。今回も引き続き殺戮の戦士やっていきたいと思います。で、前回、ライトだけしか手に入ってないんだよね。なんだけど、このライトでおそらくさっきじゃないね、前回の暗かったところを照らせるんじゃないかと、あの後気づいたので、ちょっといろいろ試したいなと。あ、そうか、まだ壊した状況を知らなかったのが、レイチェルちゃんは。さあ、ザクさんが、もう終始ずっと動いてるんですが、何これ、遅いんだよ、何してんだ。こっちが聞きたい。で、何かあったか。右奥の扉の先には白い巣みたいなところがあったよ。その奥にも扉があったけど、それも鍵穴がなくて開かなかった。は？またかよ。あとこれがあった。あ？履歴書。何が書いてあるんだよ。レイチェル・ガードナー、私のことが書いてある紙。んだよ、しょうもねえな。お前のことが分かったところで、それ以上もいいかもねえだろう。それと、アイザックって人のことも、人のことを書いた紙もあった。これは、あなたのこと？それで、それを読んでてめえはどう思ったんだ？ん？ああ、そうだよ。アイザック・フォスターは俺だ。あ、どう思ったか。別に、これはあなたのことが書かれた紙、それ以上でも以下でもない。お、同じ言葉を使って返したね。お前は怖くねえのかよ。俺が怖い？怖くはない。ちょっと飛ばしちゃった。怖くはないよ。昔、お前みたいなことを言った女がいたよ。最初は普通にビビってたのに、新聞に載ってる連続殺人の犯人が俺だって気づいてから態度が変わりやがった。俺に怖くない、ファンだったとかペラペラ喋ってきてよ。面白いから逃げる時間を3秒から5秒に増やしてやったんだ。でもそいつは逃げられなかった。だから殺してやろうとしたらすっげえ暴れ出しやがって、ああどうしようかなって思ったんだけどよ、あんまりバタバタしつこいから、怖くないなら暴れるなって言ったんだ。そしたら、お前に殺されたくないから言ったんだ。だってよ、俺はそいつに殺されたくなくて、おべっか使って生きようとしたんだろうな。俺は嘘が嫌いなんだ。だから殺してやったよ。その話は、私があなたに殺してもらえることと関係するの？あ？その手順を踏むと殺してもらえたりするの？あ、でも私が逃げるとき5秒じゃなくて3秒だった。何言ってんだ？ん？ああ、くそ！そうか。こいつ俺に殺されたいんだった。つまり、怖くないっつうのは。どうしたの？なんでもねえよ。つか、なんで怖くねえんだ。だって私あなたのことを知らないから。知らないって、お前その紙読んだんだろ。字が読めるんだろうが。なに、ザクさん読めないの？読んだ。でもあなたに会ったのはさっきのことだから。まだあなたのことはよく知らない。だからあなたに対して何も思えない。なるほど、ちゃんと、その本人と向き合ってみるタイプなんだね。いい人だ。で、そんだけかよ。扉の前に仕掛けがあった。でも多分もう一つ仕掛けがあると思うから、少しこっちで探したい。おお。それと、まだあんのか。声が聞こえた。このフロアの人の声だと思う。私の望みを知ってるって。そうかよ。おい、行くぞ。ああ、その前に。ん？あ、やっぱこっちも壊さねえと、イライラして仕方ねえわ。俺せっかく自分で壊すとき飛ばしたのに。待って。あ？この墓石も買ってえな。ああ、ああ、ああ、ああ。
この墓石、これ墓石だったのかな、俺ずっと墓石って呼んでるけど、この墓石残しちまってんのがなんかイライラしてたんだよ。おい行くぞ。お前が入る墓はここにはねえんだ。お前が死ぬのは俺が地下から出た後だ。おお、かっこいいね。まあ殺す、俺のこと殺すって言ってんだけど、レイチェルちゃんのことをね、記録しときましょう。さてで、さっきこの間言ってたじゃない、ここだっけ確か、あれ違ったっけ、なんかどっかにさボタンがあったよね。あ、そうそうそう、スイッチの残骸ってことはだ、あー、とりあえずでも奥の部屋これでもういけるってことなのかな。ん？あ、もう入っちゃダメなの？なるほど。そうか。ちょっといろいろ探そう。なんかないかな？スイッチの残骸があったのは分かったんだけどさ。あ、ほんとだ！メモが落ちてる。僕が手を貸してあげるよ。怪しいよ。でもこの口調はおそらく前回最後の方に聞こえたあのフロアの主と思うしき声の主と同じかな？あの字が幼いって書いてあったじゃん。ってことは、ここのフロアのやっぱり住人はあれなのかな？子供なのかな？おい、なんかあったのか？なんでもない。さて、どうしようかな。あ、またメモが落ちてる。苦しみたくなければ、苦しみたければ苦しく。楽なのがいいなら優しく。お好みの方法を選んであげる。怖いんだけど。もうメモない？メモ。メモ探、あ、間違えた。メモ探そう。絶対あるに一票。すいません。なかった。あ、これなんだ？これなんだ？これあったっけ？あったわ。ごめん。あったあった。メモが、これ落ちてると思ったんだけどな。下かな、じゃあ。下でも鍵かかってんだっけ？ないもんね、鍵。もうわからんな。入っちゃいけないんだもんね。そうか。メモがありそうだったんだけど、あ、上かな、もしかして。メモがあった方向だから。あ、そうだね。え、どんな殺され方をしたい？さっきから立ち止まってんのはなんだ？殺してあげるってメモに書いてあるの。ちっ、水の中に何か沈んでいる。これ最初にあったやつだね。あれ、もしかすると、あ、あれが、あれをどうすんだ。わからないけど、あそこに行って沈んでいるくぼみに立っていてほしい。この水の中に俺がかよ。嫌なら別に。俺は行かねえとは言ってねえよ。お前と違って俺はここで殺されんのは真っ平なんだよ。だいたいさっきから黙りこくりやがって。とにかく勝手に死のうとも殺されようとも考えんな。俺がこっから出られなくなるのは困んだよ。でも本当にあなたは私を殺してくれる？私つまらないから。そもそもよ、死にたいんだったらなんでてめえで死なねえんだ？自殺はダメだから。あ、なんでだよ。神様がそうおっしゃったから。俺に聞くな。だって私もよくわからない。でも神様がそう言うならそうなの。許されない。へっ、神様がね。なら俺に殺される努力をしろって言うんだ。どうすれば？役に立てってことだよ。そんで殺されたいなら面白くしろよ。こう怒ったり泣いたり。怒ったり泣いたり。上に出るだけっていう表情の筋肉つか、もうお前死んでんじゃねえのか。生きてるから殺してもらいたい。そうなんだけどね。あ、わかったわかった。じゃあほら笑ってみろ。笑う。あ、かわいい。でも目が死んでる。かわいいんだけどね、目が死んでる。どう？
あ、俺と同じこと言ってる。いや、でもみんなね、多分これやった人は絶対みんな思ったから。あ、笑ったな、でも目が死んでんなって思って進めたら、あ、目が死んでるって言ってるって感じだよ。多分みんな絶対そう。しょうもねえことに時間使っちまった。おい、あそこに乗ればいいんだな。お、スイッチか。お前もとっとと行けよ。こっちは水の中で冷てえし気持ち悪いんだ。うん。ほうほうほう、くぼみのところ、ここ、え、目があった、やめてよ。くぼみってどこ、ここが違うな、え、どこだ、え、待って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 、どういうこと、ちょっとつかめてないんだけど、いまいち。早くしろ、水の中冷てんだ。え、でもなんかスイッチの音はしてたから、あれかな、あ、そういうことか、あそこの鍵ってことね、これが。ただそうすると確実にも、あのレイチェルちゃん一人じゃん、絶対危ねえかんな、これ絶対危ないに1票。一応セーブしとこう。小さなメモが落ちている。戸惑うことは何もないよ、わかるでしょ、僕と君の望みはぴったりなんだから。ってこと、殺したい殺されたいってこと。あ、いた、暗い、明かりをつけないと。一応記録もして、ライト。小さなメモが落ちている。君の望み叶えてあげる、でも僕にも望みがあるんだよ。できれば君の方から身を預けてほしい。ほら、だって両思いっていいよね。怖いな。あ、またメモ。僕は君のことよくわかるよ。君は死にたいんでしょ？ねえ、だから、イエスと答えて。何、怖い。多分これで二人一緒に踏んだことによって扉が開いたんだね。多分おそらく、あの開かなかった方の、なんか足の下が鳴ったな、わかんねえけど、もういいだろう。あいつ今頃うまく進めてんだろうな。とりあえずさっきあいつが入っていった隙間に戻るか。そうだね。あ、何？何何？あ、あ、なんだよ。電気ぐらいちゃんとつけろよ、このオンボロビル。あ、びっくりした。あ、ザックさんのみ。この立ち絵かっこいいな。これで下がおそらく空いてると思うんだよね。あ、違った、ごめん、嘘。なんでもない。じゃあどこのガチャだったんだ、今の。よくわからんな。あれ、帰ってきてない。まだ戻ってねえな。この奥どうなってんだ？あいつこのまま逃げたり。いや、逃げんのはねえか。つかなんだあいつ。逃げねえし、表情一つ変わんねえ。殺すにしたって、あんなつまんねえ顔じゃな。ま、さっきのは、目が死んでなきゃ悪くねえ顔してたけどよ。ちょっと何？何その、ちょっとツンデレみたいな。ああ、イライラしてきた。あ、また電球が。またかよ。嫌な予感がする。あ、うお、マジかよ。真っ暗だな。何？誰だ？この墓荒らし。あ、誰？あ？やあ、ザック。誰？誰これ？エディ。あら、かわいい。せっかく君のお墓まで用意してやったのに、自分の墓さえ荒らすなんてどうかしてるよ。それにしちゃ俺の墓はわからない。俺の墓はかなりよそ松じゃねえかな。うわ、ごめんね、君の分は急だったから。
その、墓穴も掘りかけなんだよ。でも墓石はそのままでいいよね。君にはぴったりだ。先にお前の墓を作ってやろうか。電気を操ってんのかこの人。それに君よりあの子のお墓を早く作りたいんだよ。僕ね一目惚れなんだ。いつもいつも他の人が殺した死体のお墓ばかり作ってて、最近ちょっとつまんなかった。お墓を作るのは好きだけど、中に入れる人間が愛おしくない。そんなの美しくない。でもあの子には僕の理想のお墓を作ってあげたいんだ。多分ね、年も近いと思うし、何より彼女の気持ちを分かってあげられる、やっぱり子供なんだ。思い思われ両思い、一方的なぐちゃぐちゃしたよりもずっと綺麗なはずだよ。ああ彼女が望むならぐちゃぐちゃでもいいんだけど。気色悪いこと言ってんじゃねえよ。何が？僕の美学と彼女はきっとぴったりだよ。君よりね。だから僕があの子を殺すんだ。ガキが調子に乗りやがって。ちっ、くれえな。消えた。逃げられたな、クソガキが。あいつ、おい戻ってこい。まずいんじゃないのこれ。寒い。あ、開かない。あ、どういうこと？踏むのやめちゃったからってこと？ライトの調子が悪いのかな。え、嘘でしょ。おー、びっくりさせんといてよ。ちょっと今回はこの辺で終わりにしましょう。次回もお楽しみに。あのね、今回はちょっと怖かったです。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。